なんで通知来るようになってんの。フォローしてるんでちゃんと。受ける。誰もフォローしてない気がする。こんにちは。こんにちはマンモス。ミーマンモス。マンモス。今もどこかで生きてるマンモス。本当に生きてるんですかね。どうですかね。生きてるんですかね。どうなんですか。どうなんですか。ですか。これ麦さん見えてるのかな。私が見たきゃ、私のルームにも顔出しな。こんにちは、お邪魔してます。やっほー。チーム K の武藤凛です。もぎです。2人合わせてもぎんです。優しい。浸透してない。優しい。合わせてくれた。優しいな。ずっと鼻水出てる。花粉症だ。気がずっと鼻濡れてる。私もほぼ犬。犬犬ってずっと鼻濡れてんじゃん。私それだから結構自分で鼻舐めちゃうから。いやだ。だからなの。犬って犬。あ、そういうことなんだ。分かんないけど、なんかなんだっけ、犬の鼻ってさ、なんか体調を知れるみたいな、知らない。あ、なんかありますよね。乾いてたらなんか、そう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 、脱水症状とかさ、そういうあれないっけ。ありそう。何話しゅうしゅ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 。今日は夜に公演があります。あります。お久しぶりの K 公演です。私何月ぶりなんだろう。私自分調べでは11月なんだけどさ、合ってんのかな。一回なんか記憶にない回があったりするもしかして。そんなこと。スケジュール帳に書いてなかったけど。そうそうそう、書き忘れちゃってる。でもそしたらさ、スケジュール帳にないってことは交通費精算してないってことだからさ。確かに許さない。それはそれは許せないですね。でもその時だけ覚えて思い出して打ったりとかしてたのかな。さあ、あ、やっぱ11月ぶり覚悟だって、だってよ。そんな位置に出てないですか。いや、なんかね、僕隊とかにちょこっと出てんのかな。だから多分そうだね。なんか11月だって、だって11月の前もさ、めっちゃ昔だったんで、7月とかだったの。あ、え、そうだって舞台終わってからだから。そっかそっか、舞台の稽古始まる前とかに出てたから。やばいよね。それはもう、じゃあ今日はやばいよね。そうだから早めに行きましょう。早めに。私も久しぶりなので、レッスンじゃないや、配信はまあぼちぼちにして、うんうん、ちょっと予習していきたいなという気持ちでございます。よしきあと調教済みさんからひな祭りギフトいただきました。ひな祭りくまさんいただきました。 ありがとう。3月だからだ。3月5日の餅の日はみたいな、なんだっけ。3月5日の餅つきはトントンとってったってやつですか。え、知らない。こねて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 。何、めっちゃこねるじゃん。こねるんだよ。え、トントンだったらこれじゃない。違います、これです。え、嘘だよ。え、あ、そう、こっちの人はこうやってやってて、でちがうよ、やってて。落ち着きはトントンと、違う、なんとかかんとかなんとかで、こねて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 これだよ。3月3日だって。しかも3日だって、5日だって。それ3月9日ですね。合ってる。合ってる。自信なかった。こねくり回しすぎですって言われてるけどさ、え、知ってる人いない。嘘。ペッタン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 ってやつ。あ、え、でもそれかも。え、ちょっとこうやってやっててください。3月3日の餅つきはトントンとってったトントンとってったとってテンポ悪くなった。いきなりテンポ悪くなったんですけど、歌詞が分かんなくなっちゃった。なんかあるよね、こういうの。え、TikTok で見たこと
ことあるだって。え、 TikTok？ 逆に若い子たちにはさ、そういうなんか昔話みたいなのがさ流行ってるんですかね、今。なんか逆にエモいみたいな、エモいっていうかなんか知らんから、あ、ほら、こねて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 の人いるよ。そう、このちっちゃいやつ入ってたら、こねて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 ってやつ。楽しそう、愉快ですね。シャン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 、撮って撮って撮ってた、だって書いてる人いるよ。私撮ってしか歌詞ないかった。あれれれれ、地域性のやつあるよね。じゃあ千葉はこねるということで、うん、こねて、ちゃんとちっちゃいついてないだろうね。こねてこねてこねて上手。もう一回やった方がいい、もう一回やった方がいいよ多分。すごいこれ、え、すごいビート気づけた。バスやるわ私。なんか見た、なんか見た。地域によって違うやつ、他に何がある。へー、あ、これ、あ、何派ですか。2つある、はい、せーので言いません、うん、じゃあ一番あれなの、一番私なんか根強いのは、はい、いい、決まったよ、 せーの、ジッジ。また変化球来た。千と千尋がいいぞ、この中に。千と千尋がいるな、この中に。なんて？チッチー。どういうタイミングでやるの？チッチーの1。のが入るんだ。はい。チッチーのやん、それ。誰？チッチーの誰？誰？誰？誰なの？チッチーのって。イタリアのなんか首都とかそういう感じ？チッチーの？私は、指すま。指すま。指すま1。あか、もう一つ有力候補は一斉のせ3とかいうやつ。一斉のせ、一斉のせ、一斉のせ1。あ、なるほど。そうそうそう、一斉のせ1、一斉のせ2。チッチーだったな。チッチー、チッチーのってこと。違う。なんて言ってたっけ。のじゃなかった、チッチーのじゃなかった。カタカナじゃないんですよ。え、チッチーのってこと。チッチーの、違う違う、チッチーの、チッチーさんがいまして。そうそうそう、あ、そういうことね。チッチーさんがいての 1。 そうです。あ、そういうことなんだ。チッチーの1。はあ、で、チッチーはどなた。チッチーは分かる。チッチーはどなた。チッチーって麻雀用語じゃねえって言ってる人いるよ。え、違うよ、だって知らないもん、チッチー。なんだろうね、これはギフトなのかな。葵さんから、のとのこでグミがぐるぐるして、ね、葵さんからひな祭りくまさんもらいました、ありがとう。何、何のタワーですか。7700点のことチッチって言うんだって。へー、石瀬のせ1、イビスマ1。指すまって何の略なんですか。指すまっしゅ、わかんない。指すまって指すまじゃないの、なんか指すまって指すまじゃないの。一斉の、あ、一斉の3とかもあるよね。ありますね。あ、葵さん今日の声当たった。もぎん見れるの楽しみだって。もぎん、もぎん、うん、がついた、嬉しい、ありがとうございます、うん、裏表のやつの掛け声、裏表って何。裏表知らない。裏表の やつがまずそもそも何これ。星星で星がやってたからだって。何も分からん。え、スマスマだって。あ、へえ、うん、スマップスマップでやってたゲームだから指スマなんだって。えー、じゃあ私たちが何か見出したらモギンモギンダメ、モギンちゃんダメすぎる、モギンちゃん知名度ない、浸透しない、全然入っていかない、入っていかない。あ、グー、グーのパターンとパーのパターンになるやつ、じゃんけんのこいつですか。うん、違う、こうやって分かれるやつ。
グッドパー、あ、その人グッドパーで別れましょう。ああ、この人いるよね。え、違うんですか。私はずっとグッパーで育ってきてる。ちょっと待って、新しい新種。でもいっぱいあるよね、本当にこれ。なんか、なんか。じゃあもし出す人が貯めたらどうするんですか。その掛け声言う人が貯めたらどうするんですか。貯め。グッパーみたいな。そんなん言ったらさ、グッドパーで別れましょうってやったらいいじゃん。それはもうそうじゃん。あとあれもありませんでした。グッパーグッパーグッパージャース。あ、その人たちいる。あとグッチパーで別れましょう。そんなグッチパー。そうね、グッパーせいだっただって。グルグルグルパー。ゲロッパーゲロロッパー。誰？知らないこの曲。知らないです。グッチグッチ会った人だって。へえ。グッパーチャンス。地域の問題なんですかねこれって。ね。アイコで住む2回目はショッショッショッって言ってたのって。へえ。言ってない。言ってない。アイコでしょ。アイコでしょ。絶対それあれじゃないですか。よしよしよーすみたいな感じじゃないで、しょしょしょ。そうだと思う。多分みんなそんな言い方してないと思うよ。あなただけかもしれない。もしかしたら。地域性はあとなんだろうな。うん。うん。目が出て膨らんでじゃない。あ、え？そんな話した？してないです。私それ簡潔な歌詞知ってます、ちゃんと。え、正解してるの？いや、あの終わり、唯一その撮ってったとかはそのサビしか知らない、サビ、うん、しか知らないけど、フルで歌える、そう、フルで歌います。これ歌って、何でしたっけ最初。お寺のお嬢さんがかぼちゃの知らんやろかお前。なんなんこいつ。知らんかったやろ。エブローゾ、え、どうなんだ。お寺のお嬢さんがかぼちゃの種をまきました、芽が出て膨らんで花が咲いて枯れちゃって、忍法を使って空飛んで東京タワーにぶつかってぐるりと回ってじゃんけんぽい。ああ、そのパターンの人ですよ。その人いるよね。え、違うんですか。私は東京タワーにぶつかんないの。何にぶつかるんですか。何にもぶつからない。サイコロを回すの。うん、芽が出て膨らんで花が咲いて枯れちゃって、忍法使って空飛んでサイコロ回してじゃんけんポン。サイコロがなかったらどうするんですか。そういう歌詞か。うん、あと救急車に運ばれる人もいるよね。救急車に運ばれてみたいな人。軽泥は泥系だって。泥系でした。泥系だった、うん、それはそうよね。あ、東京タワーにぶつかりましたって。今だとスカイツリーなんかなって。確かに今の子だったらスカイツリーかもしれない。確かにスカイツリーなのかな。チャツボチャツボのフルコーラス歌える？歌えないです。知ってるこのでも歌は。チャツボチャツボチャツボ、分かんないや、何だったっけ。でも私もいつも歌えないの。チャツボチャツボこうやってやってくんだよ。4つ手やってさ、ねえ、た、なんだっけ、なんとかのネズミが米食ってチュ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 ってやつ。ずいずいずっころばしはだって、ずいずいずっころばしごまみすずいが正解じゃない、茶つぼに飲まれて揉まれてドッドッピーシャン抜けたらどんどんすごいすごい、なんか遺伝子に組み込まれてる。やばい、すり込まれてる。やばいよ。スマートじゃないですよ。どんどんこしょう。かわらのネズミがこねくってチュー。かわらか。チューチューチュー。チュー。夫さんが言っても、お母さんが言っても、聞きこなしようやな。そういう感じですよね。花一門目は、花一門目なんてさ、うん、あた決まりあるんじゃない。ありますあります、多分。あれはでも、成果。じゃんけんしてカーって嬉しい花一問目、負けて悔しい花一問目、隣のおばさんちょっと出てきておくれ、
おばさんじゃないから行かれない。え、違うんだけど。え、違う。うちら違う。私はあれだもん、お兄がいるから出られないんだと。あ、え、隣のおばさんちょっと切って遅れ、お兄がいるから出られない、お布団かぶってちょっと切って遅れ、お布団ないから一回でお布団ビリビリ出られないだった。え？だった。おかあまかぶってちょっと切って遅れ、おかあま底抜けで行かれないんだ。おかまじゃないから行かれない。すごい。全然違うんだね。そうだよ、隣のおばさんのところが知らないだって、そうなんだ。なんだっけその後って、お布団行かれない、隣の、あれいきなりそんな話進みますっけ、ん隣の、あれ違うか、なんだっけこの後、いや思い出せない、行かれない、あの子が欲しい。でもいきなりそこに飛びます？え、なんかそう分じゃない？こんな子じゃ分からん。相談しよう、相談しよう。決まったっていう？います。うん、懐かしい。あの子が欲しい、その子が邪魔、あの子が欲しい、あの子じゃ分からん、その子が欲しい、その子じゃ分からん、相談しよう、うん、そうしようだ、うん、ういい歌詞だ。あ、何があったかな。民謡的なあれってことですか。民謡、なんて言えばいいんだろう、なんて言ったらいい、古き良きゲームってことですよね。うん、何があるかな、どちらにしようかなってやつは、だって私めっちゃ長いから、どちらにしようかな、神様の言う通り終わりです。だ、鉄砲撃ってバンバンバンってやつだ。やない、忘れちゃった、何でしたっけ、どちらにしようかな、天の神様の言う通り、あ、どっちが先だったっけ、鉄砲撃ってバンバンバン、あ、ベベのベのベがあるわ、ベベベ、私は全部森なんだけど、はい、なんだっけ、どちらにしようかな、天の神様の言う通り、あ、ベベのベのベ、鉄砲撃ってバンバン、もう一つおまけにバンバン、わかんない、なんかそうか、柿の種、ナスナスナスビっていうの、二択だったらね、柿の種が終わった後にナスナスナスビって言ったら反対側に絶対になるんですよ。自分で書きつけばいいだけじゃないですか。そうだからこっちにしたかったらナスナスナスビつければいいし、嫌だったらやんなければいいの。すごい、あ、すごい、それだったって人いますよ、うん、鉄砲は何、何罰なんだろう、業界休みっていうの千葉県民だけなんだって、だって業界なんだっけ、休みって何ですか、業界休みって何なんだろうね、お昼休みの前にある多分休み、あ、そんな休みありますっけ、うん、多分ちょっと長いんじゃない、20分とか、中学生ぐらい、小学生かな。森のくまさんって人によって違う気がする、だって森のくまさんが違っていいわけなくない、そんなことは来るわけがない。じゃあ歌います、今から、はい、せーの、なんけ、ある日です、せーの、あ、せーの、ある日、ある日、森の中、森の中、くまさんに、くまさんに出会った、出会った花咲く森の道、くまさんに出会った。じゃあ2番。あら、くまさん。あ、違うわ。これ違うわ。お嬢さん。うん、あ、違う。お待ちなさい。そう。あら。え？お嬢さん。うん。
違う、あの真珠のイヤリングをお嬢さんが落とすんですよ。それをお母さんが見つけるんですよ。最終的にちょっと待ってって言って、お嬢さんお待ちなさい、ちょっと落とし物、白い灰殻の小さなイヤリング、悪魔さんありがとう、お礼に歌いましょう。ララ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 ラや。あ、森のくまさんの替え歌がそれぞれダメって話だって。替え歌はここでは歌えない。ダメだよ。ダメだよ。替え歌はちょっとダメよ。歌えないですよ。なんだっけ。あのさ。あ、アルプス一番じゃなくて2番、隣のじいちゃんばちゃんってですか。それさ、その先歌えないよね。あ、やっぱ歌えない内容だよね。え、でも歌えるっちゃ歌えるけど、ちょっとやめて。もっとゆくゆくは歌えなくならない。え、でラララララになっちゃいます私。すごく私歌えなくなっちゃうの。へー、後で教えてあげる。はい、教えてください。やっぱね、替え歌ショールームで歌っちゃダメだね、うん、全部星になるやつ。それはそう。今ね、これがなんか新しいアイテムかなって、すごい横に動いてるみたいに見えるやつだなって思ったの。ブレててさ、確かにピント合ってないですね。そうって思ったら自分のペットボトルや。お茶目さん、お茶目さんなんだから、お茶目さんなんだから。いきなり首が座ってないじゃないですか。違う、ノリノリになってる。あ、ノリノリになってるんですね。サコーラサッサッサのさだって。ああそうだ、え、どこが、あ、クマさんに出会った、クマさんの言うことにゃ、お嬢さんお逃げなさい。サコーラサッサ、なんで逃げるんだろう。ね、だってクマさんの言うことにゃだよ。おかしくない？欲しい。だってクマさんはこれ渡したいですもんね、うん、わかんない、不思議だ。何それ、なんかあんのかな、またね、難しい。なんかすごいフィルターいい感じだね。そのこれ逆に外したいんですけど、これ普通なんですよ。エフェクト、どうしたらこれ。あ、本当だ。なんで、逆にこの明るさとかが、確かに明るさが変なのかな。もう暗くない、暗くない。あ、本当だ、明るさかも。あ、私明るさ暗いわ、割とだいぶ。真ん中にしとこう。間違えた、カラオケにしちゃいそうで。あ、いい感じになった。お逃げなさいでスタコラ逃げるけど、その後クマさんがついてくるだって。やっぱりそうなんだって。でもさ、クマさんの言うことにはおかしくない、うん、言うことにゃ、言うことにゃが嘘？クマさんの言うことにゃ、そう、なんでクマさんがお逃げなさいって言うんだろう。だって自分はそこに行きたいのに、うんうん、怖くない、なんか逃げろみたいな、グッとなってたから、クマさんも。え、なんでなんだろう、逃げろ、俺が俺が我慢できなくなる前に早く逃げろって言ってるんかしね。第三者がまた、あとこれ忘れ物だっつって、お前のイヤリング、行きたいさ、そこで行きたいさ。うん、変なの、死にそうになってる、やだ、素敵、何これ、何の話、わかんないです、わかんない、
ところが後から巨山がついてきたみたいなやつですよね。あそこついてくる、ついてくるか。和訳したらそうなったらしい。だってあ、へえ。あ、じゃあもうそっか、もっとフェアズセイド Go away 全然知らない。フェアズセイドだとしたら言うことにあって作った人天才すぎません？確かによくはめたよ。言うことにあって熊さんは言ったとかになっちゃいそうなんで、確かに。クマさんからじゃなくてこの危険な場所から逃げなさいって意味らしい。へえ。クマさんの言うことにゃ。お嬢さん逃げなさい。へえ。すごい、もともとそっか日本の曲じゃないのか。どういうこと？なるほど。不思議だ。ガチャピンみたいもこれ。なんかありますよね、そういう。ん？すごい。英語の元的には銃のない子がクマと出会って逃げなくて大丈夫的な感じらしいです。あ、すごっ。でイヤリングを届けてくれたクマさんはいい人だった。そうだね、確か。クマさんという名のなんかムキムキ紳士っていう、そういう、ね、ああ裏ストーリー、そう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 、箱みたいな。箱しなくていいんで、箱しなくていいけど、その人、その子にとってはクマさんのように大きく見える人とかさ。確かに、なんかたまにそういうのあるじゃん、なんかありそう。すごいよね、ここに来たらなんか何でも答え分かりそう。確かに、なんでなんだろうねってさっきまで2人で言ってたのにさ、全部解決していく、答えてくれる。みんな頭いいんですね。うん、ね。Cause I can see you have gun.ググれば何でも OK。 でも幸せなら OK です。 OK です。じゃあ幸せとは何ですか？幸せあ、ダメです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 。大丈夫だよ、私の配信全然バレないから。幸せって何だと思う？幸せやっぱりって何だっけ、何だっけ。星が降る夜と眩しい朝が繰り返すようなものではない、ものではなく、大切な人に降りかかった雨を、雨に傘をさせること。なるほど。だって幸せってなんだと思う？みんなワクワク感、明日への期待値っていう歌ありませんでした？幸せとはワクワク感、明日へ続く期待値。キスよ飛んでいけだ。チュチュチュだ。2番多分2番です。幸せについて本気出して考えてみたが最初に頭に出てきた世代。知ってる？この曲。幸せについて本気出して考えてみたらいつでも同じところにっていうやつ。すごい気になる続きが。いつでも同じところに何だろうって今すごい。これの。なるほど。なんかたどり着くのさみたいな。本当は食べたかったやつ？レモン味以外にしてね。はい、なんでこんなレモン残ってるんですか？レモン好きだから残してるんですか？うん、好きなの、最後残すタイプ。だったら私レモン以外食べたのに。それはマリアでかすぎるやろ。行き着くのさだって。へー、おいしい、ありがとうございます。食べる？食べます。緑なんだ。キウイ、キウイ食べてみよう。ハッピーポイフル見つかりました？なかったです。途中から見ないで食べてた、正直。そうそう、やだ可愛いって言われてる。
今さ、うん、グミ食べるためにマスクを下ろしたらさ、多分いっぱい歌ったりしてるからさ、あとご飯食べてお腹いっぱい、何今のお腹いっぱいになっちゃってさ、うん、だから何体あったかくなってさ、うん、コッペめっちゃ赤くて恥ずかしかった。近い近い、すごい近い、すごいすごい近い。私の眉毛が生えてないことがバレちゃう。言っちゃってる。ウィンちゃんが麦さんにタメ口になる日は来るのかな。一生来ないと思います。そんなことない。俺意外とラフに喋ってくれるよ。俺は最近そんなになんかあんまり何タメで返事してもなんかあごめんなさいごめんなさいみたいな感じがなくて嬉しい。あ本当ですか。ごめんなさいごめんなさいされてる時ってさ、うん、反応に困らん。別になんかおうそれでええわっていうわけでもないしさ。何ちゃんとしてるんだなってなりません。なんないか。うん、まあ、関係性によるじゃん。確かに知らん子に使われたらさすがにさ反省しいって思うけど、うん、うんって言うけどあごめんなさいタメ口使っちゃったって言われたらうんそうだねって言うと思う。この距離感でいきなり私がさこれねって言ったら怖すぎる。怖いえってなる。うん、人変わったみたいな。おりんの距離感の縮め方が好き。いやでもなんか上手だと思うよ。いやここになるまでに何年かかったの。いやそうだけど、いや違うなんか違う、上手だと思うっていうのは私との距離の詰め方っていうより、なんかいろんな人との接し方を見てて、オリーはなんかすごい人に好かれるタイプのなんか距離の詰め方するなって思う。嘘だ。えそんなことない。うん、なんか後輩がすごい向いてるね。だからオリーが先輩顔してるのあんま見ないからさ。私もでも後輩と話すより先輩と話してる方が楽です。それはね多分ね末っ子の仕組みだよ私は。あんたえそうですか。えでも後輩めちゃめちゃ仲良くないですか。でも完全に先輩に納っついてる方が好き。ああ。先輩って感じも私は常に、うん、トムさんトムさんってなってるいつもだから。でも逆にこの話をトムにしたらトムは逆に後輩と話してる方が楽って。確かにトムさんってそうか、うん、そうなの。長女だからなのかもしれない。それは絶対そうなの多分。みんなそうだから後輩とも後輩と私そもそも仲良くなるの苦手なの。遠慮しないで来てくれる後輩が増えてるからなんか後輩と仲いいみたいになってるけど、本来は後輩と仲良くなるの本当に苦手だよ。へえ。だからなんか結局だから何あんまグイグイ来ないセナタンとかとは結局仲良くなれてないわけ。知らないですけど。でもそうなの。結局さなんか待ってる姿勢でしかなくて後輩に対して、うんうん、先輩にはなんか先輩は全部大きいところで許してくれるって思ってるからさ先輩って行くんだけどさ、うん、私もそう思ってますよ。茂木さんなら大きいところできっと許してくれるって思ってますよ。だからレモン食べちゃおう。いいよいいよ。え本当にレモンしかないもう。うん、一個食べよう。一個いいですか。開けてから今この瞬間までずっとレモン食べてなかった。一つ分。茂木さん人見知りするとどうなるんですか。目合わせらんない子。めっちゃ目合わせるの苦手なんだよね実は人と。嘘。仲いいとできるんだよ、うん、こうやって、うん、でもなんか なんだろう、これから仲良くなっていく人だとなんかこうあねーみたいな感じで喋っちゃう。嘘だ。本当ですか。本当本当苦手。人の目見るの。うーん、え私この間、うん、おりんってすごい話すとき目見るよねって言われて私無意識で。あら、でも確かに
目ひんむいてるイメージあるわ。でも、え、本当ですか？絶対その時口開いてる。なんてかなって言ってこうやって、こうやって見ながら。うまい、やだ、そんなの。怖いの、やだです。いや、でもなんか俺、俺の。人と目合わせるの苦手だし、あとなんかそうだな、会話するの苦手。嘘だ、嘘じゃん。人と絶対嘘ですよ。話すこと楽しいって言ってますよ。話すの好きなんだけど。人と話すの楽しいって言ってます。そう、そんなこと言ってるから。人と話すのなんだろう、やっぱさ、なんだろう、自分のやっぱ全部を見せていいって思う相手だとさ、うん、別に全然喋れるんだけどさ、うん、なんかこう後輩とかにさ、それこそ、まあ、あなたも後輩だけども、うん、なんだろう、じゃあ17期が入ってきましたっていう時にさ、うんうん、その子たちの前で二日酔いでとか言えないじゃん絶対。なんかそういうなんかその線引きをさ、ちゃんとしないといけないじゃない。それはすごい苦手だから、なんかもう言う人には全部言っちゃうし、言わない人には何も言わないみたいになっちゃう、思ってることとかも。やっぱショールームでこうやってみんなに何度も言ってるってことは、みんなすごいってことですよ。グミ目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 。すごいすごい。あ、すごいすごい。グミバナ。確かに17期どうなるかな、先輩ちゃんとできるかな。うん、いやファンの人は別だよね。なんかファンの人は人見知りしてる場合じゃなくない、うんうん、仕事だし。でもなんか自分に好意を持ってくれる人、そうそうそう、なんか自分に興味持ってくれる人だったら全然話せるんですけど、この人にどう思われてるかわからないって人と話すのは緊張しますよね。対等な、逆にさ、すごく対等な人とかさ、うん、だと気まずいよね、うんうん、うん、青井さんから今度はお代理様ですかね。お代理くまさんもらいました。なんで？グミ名？だってね、接客業でじゃあさ、人見知りなんですって言ったら許されないよね、別に。許されないよ。もし10年やっててさ、うん、お客さん相手に人見知りしてたらやばいでしょ。可愛いってなるかもしれません。ならんならん。葵さん、もぎんの会話楽しすぎるタワーだって。嬉しい、やったー、優しいんですね。今日来るってよ。あ、本当ですか。葵人見つけ、葵人じゃないか、葵さん見つけます。オリンクシャ。オリンクシャ。クシャ。いつからこんなペラペラ話すようになったんだろう。ファンの人と、それとも一人でもってこと？どっちもです。うん。でも絶対に AKB になってから話すことは少しはマシにな、マシというか、なんていうんですか？あーずばばーですか？君入る前。あーずばばーって言ってた。ちゃんとね、五十音を駆使して、駆使して、すごい。イルハニホヘトを駆使して、すごいじゃん。喋れるようになりました。すごいじゃん。美容院で美容師さんとカット中に会話したりする？あ、しますよ。まあまあするかも。今担当してくれる美容師さんがすごいいい人っていうのもあるし、うんうん、なんか一
回きりだなここはって最初から分かってる病院とかってあるじゃん、ありますありますあります。なんかもうとにかく今ちょっと切りたいだけで、はい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 、でも知り合いの美容師さんに頼むには直前すぎるから、ホットペッパーです、ね、適当に選んだやつみたいな、わかりますわかります、のに行くときはマジ私バリ嘘つく大学生とかのふりするの大学生のふりかニートのふりするの絶対どっちか、あなんかお仕事とかで派手な髪大丈夫なんですかとか絶対言われるわけよ、はいはい、ああそうですね特にみたいな感じから始まって、なんかなんだっけお仕事何されてるんですかみたいな、あなんかうんなんか ちょこちょこなんかいろいろやったりとか、うんうん、何の人何の人の何で稼いでて何のお金でブリーチしてたみたいなそういう時あるたまに、わかりますね大学生のクリスタリン、うん、なんかそれをさやっぱさこの AKB の後輩たちとかのさ時期聞いてさ、うん、今春休みかと思って、あ今月いっぱい春休みなんでとか言ってそういえば誰々ちゃんこの話してたんだ、そう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 同じ話するみたいなありますよね、そう来週からなんですけどとか言って、すごいなんか適当にバイトしたりとか言って友達から聞きかじったバイトの情報とかでショップ店員さんと話すの得意ですか、だってあんまり得意じゃないかもしれない、私もだ毎回話しかけられると慣れちゃうね、うん、私大体私イヤホンしてるんですよ、で無視してるわけじゃないんですけど、うんうん、話しかけられた時にあってなって、うんうんうん、なんかあってなって取るんですけど、なんかあってなってあってなってあってなって顔出し顔出ししかよかった、気まずすぎる、いやでも分かるよ、なんか私はね全部言われるときつい、パーってこう見てるときに、うんうん、なんかもうただこれをちょっと今見たかっただけやん、うんうん、シャッてしただけやんっていうときにさこれかわいなんかそうなんかこちらなんかすごい人気でみたいな、聞いてるよ私やっぱ全然聞いてくれないんですけどこいつ何こいつ、そうそういうのとかすごい笑ってる、こいつ自分で笑ってます、何こいつちょっとみんな大丈夫、こいつの静かなってるバリ笑ったのに落ち着いて怖い、もう元ネタ私もう忘れちゃったのに怖い続けてください、面白いね居酒屋で話しかけてくる店員は、だって、まあ、なんかその場をうまく乗り切るためだったら別に喋れるよね誰しもじゃない覚えてんのはね、渋谷の赤柄に行った時に青学に通ってるというチャラい大学生がいたっていうのだけ昔覚えてる、なんか僕青学でみたいなテンションで喋ってて、なんだこいつと思ってチーズリゾート作ってもらった店員さん作ってくれるじゃん赤からだから、なんか渋谷とかってやっぱそういうなんか明るい人採用するようにしてるのかなってすごい思った記憶、全然名前も顔も全く覚えてないけど、なんかそういうやつがいたっていうのを、チーズリゾット美味しいですよね、美味しいね、赤から行きたい、行きたい、赤からのデザートの名称が未だに分かんなくて、ああね、でもこれくださいって言うんですけど、芋娘なのか芋子なのかどっちだか分からないんですよ、どっちですか、赤から店員さん教えてください、教えてください、アンサープリーズキャバラの塚田は優しいって秋葉原の塚田は優しいだって、へえ。お宅何してるんじゃない、行ったことない、芋娘だって、あ、へえ。じゃあ芋子って言ってたの違ったんだ、多分芋娘だ、ショールームで答え探していくやんだってみんなで賢くなってこうね、シナプス増やしていこう、いやいや、おでも娘って書いてる人一人でしかいないけど、こっちにもいる、芋娘だと思っている、
芋娘です from 名古屋。これは有力な情報だ。名古屋が有力ですよ。有力ですね。なるほど、なるほど。さあ真相はいかに、信じるか信じないかはあなた次第。芋娘って今度ちゃんと言おう。芋娘、はい、芋娘って他に読み方ないの。子か娘か、なんだよ、なんだろう。像は違うもんね、難しい字だもんね。寝ないとかな。眠いんですか。眠い。あら、お腹いっぱいになって眠くなっちゃった。おりんちゃん、うま娘うまこって呼んでたよね、だってやばすぎ。うまこって呼んでた。うまこ、うま娘だったんですよ。うまこダービー、うま娘ダービー。こは本来の読み方にはないらしい。だって、じゃあ、あの男の子とかも全部当て字っていうことですか。あ、娘の中じゃなくてってことですか。どういうことなの。男の娘とかって書いて男の子って呼んだりしない、するんですか。あ、ごめんなさい、私が、あ、ネットを見続けて生きてきた人間。すごいネット用語ですか。そう、何この人なんか嫌いなの。おりんちゃんの、おりんちゃんと爆笑エピソードなんてある。何かあるとかだったら分かるけど、なんてある。なんてありますか。おりんちゃんと面白いエピソードなんてある。聞いてるよ。大丈夫そう？ありますか？中魚、中卵って呼んでたの、笑っちゃったよ、だって。こいつは笑っちまうぜ。ねえ、よくないよ、みんな。なんでこいつだよ。なんか、なんだっけ、どっかに整体に行こうと思って、うん、でも、なんかその地図をもらった時に、うん、中卵、どっちだ、中魚の2階にありますって言われて、でもなかったんで、どう入ればいいのか分からなくて、行ってから電話して、すいません、もう中卵の前にいるんですけど、階段の飲み方が分からなくて。ちょんちょんなんや。でも普通にちゃんと、あ、分かりました、じゃあそちらに、なんか、こうこうこう見たらありますよって言われて、話を普通に聞いてくれたから、あ、中卵なんだと思って、普通にその話をしたら中卵だったらしい。違うよ。中卵なのかな、中卵なのかな。中卵って変かな。そうそうそう。あとなんかさ、オリンと私のモチベの言い方違うよね。モチベって言うね。モチベって言う。私モチベなんだよ。え？モチベ上がるわ。ブルベ？え？イエベブルベモチベ。イエベブルベモチベ。あ、どれも違う私。モチベ。モチベ。あのあれに似てるよね。あのさ、モチベモチベモチベ。天然美少女じゃないですか。あ、かな、あのさ。モチベモチベどこ？あとさ、なんだっけ、名前忘れちゃったよ。モチベ。なんかあのひよこのアニメ作ってる人のアニメに似てる。なんだったっけ、あ、ウサビッチ。違う、ウサビッチ喋らない。あの人、松尾、なんだったっけな、なんとかの松尾、松尾なんとかみたいなさ。モチベモギさん派です。だってモチベ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 、うん、トナーさん、お、ありがとうございます。モギン、ありがとう。嬉しい、たぶんびっくり。モチベ、ありがとうね。モチベ、モチベ、ありがとうございます。トナさん、トナスン、モチベ。はじめまして、松尾ですってやつ。そう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 。知らない。知ってますね。え、それのイントネーションが似てるんですか。そう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 。なんかさ、こんな感じの喋り方するね。ね、もう。寝た？まだ寝てない？でもさ、こういう時にさ、みたいな、そういうアニメがあんのよ、うん、それめっちゃ再生数長いんだけど、うん、高いんだけど、うん、なんかどう再現したらいいか分かんない。なんかちょっと後で見せるわ、はい、私は全然分かんないけど、オリンは多分なんか好きそうね。え、絶対好きだじゃん。分かんない、好きじゃないかな。見よう。オリンはワンチャンハマりそうな気もする。ワンチャン猫ちゃん、オリンちゃん、危ない、今配信で出しちゃいけないから、その日だったらもうやめなさいよ。キュンキュンキュン、こちら、はい。ワンちゃん、猫ちゃん、ワンちゃん、チャ
ニューサラブレーダラララララメーズラーメーズラーダダダダダダミさんってすっごいワンちゃんって言いません？ワンちゃんって言う？うん、すっごい言う。マジ？元旦公演の時に司会やってたじゃないですか、うん、企画のその時にすっごいワンちゃんって言って、司会言ってんの？よくないね、それ直すわ。誰が？私が。あ、それ言ってやろうかな。ワンちゃん、ニコちゃん、お兄ちゃん。でも元旦公演だしな。確かに、それはね、やめといた方が良かった。やめて正解だった。一回楽屋に置いとこ。そう、一回。そうそうそう。え、そうなんだ。ワンちゃんって言ってた。その問題の時に？え、でもワンチャン揃ってる可能性もありますよね。そうそうそう、そんな感じ。うわ、言ってそう。自分が信じられないぐらい言ってそう。これ何、何味、何用のこれ。グレープフルーツ、グレープフルーツ&ピーチ味。これは何のための飲むやつ？疲れ。お腹荒れてるんだけど。あ、治るんじゃない。皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 誰ですか。私の何だろう。私もね、そういうの買った。あ、でした。振りました。吹きました。言ってただって。ワンちゃんって言ってたって。あら、気づいちゃった。君のように勘のいいガキは嫌いだよ。何を？これは疲れにって書いてあったから買ってみちゃった。疲れてないけどね。1人 4.8 カロリー。ポピュート。君の愛は出した走り出し。シャー。猫犬マジやばいと思う。本当にね、多分オリンはやばいと思うんだよね。やっちゃいけないと思うと思うと多分やりたくなっちゃうのかな。なんかさ、そっとやばいやつだと思うね。結構楽屋だけ収めてられてるからいいけど、なんかさ、ちょっと前劇場公演でバカモノ滑ってたじゃん。なんかなんかなんかパラダイスみたいってさ、なんかさ、ヘブンゴッドヘブンみたいな。結構今兄さんの人たちみんな忘れてたのに。え、やばい。私も超久しぶりに思い出した。オリン、この間この感じをステージで出して、ちょっと私も本当に申し訳ないと思ったんだけど、うまく回収できなくて、本当に死ぬほどなんか滑ってらっしゃって、申し訳なかったから、なんかいつか誰かに新しい次のチームでなんかいないです、うまく対処してくれる人がいるといいね。頑張ります。出会えるといいね。そういう人がいてくれたら。でも私がいることによって、誰かが私のことを、私がなんかそういうこと言うじゃないですか。でも誰かが私のことフォローするじゃないですか、うん、そしたらその人は絶対 MC のなんか MVP に選ばれると思うんですよ。確かに。だから私はその檻を裁けるほどの、そうそうで評価されるかもしれない。そうそう。じゃみんなそこの枠、ぜひチーム A の皆さん狙っていってください。ぜひ。で、誰も裁ききれなかったら私が持ってくる。無理か、無理だな。も誰も裁ききれなかったらオリンが、あいつはやべえやつだって。そういう話題のなり方で。ゴートゥーヘブンめちゃくちゃ滑ってたよね、うん、しかも私の滑舌も悪い時だもんね。そうなの、ちょうどさ、こうごちゃ、もにゃもにゃって滑ったんだよね。それで、え、なんてみたいなのが一瞬こう滑ったみたいになっちゃって、やばい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 。そうそう、ブンブンもやばかったし。確かに、ミョンちゃんならうまくやってくれそうって言ってる人もいるよ。わかんないですよ。クサっていうかもしれない。え、オリンなんかはしゃいでて草って言われる。そんな冷たくないから大丈夫だよ。本当に時が止まってたって言われてるよ。オリン、あ、時止めちゃった。なっちゃんが弾いてそうだって。なっちゃん別に弾かないよね多分。あの人多分何でもありだよ。優しい。いや、なんかみんな意外となーちゃん頼りにしてるよ。そういう時になーちゃん、なんかなーちゃんがいるよって言ってる人いる。さすがです。みおんちゃんの負担重すぎて笑うんだって。それな。え私のこの重荷をみおんちゃんにも背負わせてしまうのか。
議論に担がれます。担がれます。なんでお前の意し戻らなきゃいけないの。おいじゃない、おい誰が意し担いでるって話じゃ、重荷の反対言葉が思いつかなかったの。違うよ、おもろい、お腹いっぱい、この炭酸眠い、お腹いっぱい、うん、今どれくらいやってるんですかね、かんない。おりんちゃんマジ面白い、こんな人なんやだって。違うもん、こんな人な、違わないよ。おりんは多分普段の配信に行っても多分これではない、これじゃないですね、よね、きっと、はい、多分もうちょっとまともそうだけど、今もまともで、まあ、うん、わかんない、違うみたいにだけど、そう、オリーはなんかこう人と喋ってるのとか聞いてる、あとなんか地味にちゃんと天然な時とかある。え、そうなの。なんかシンプル天然みたいな時あって、え、あ、でも個人配信でも大差ないだって。あれあれ、だから変な人なんだな、え、きっと。すげえ死ぬ、うん、あ、寝ちゃったね、あらら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 、あらら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 、ダン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 、パトラッシュだ、僕も疲れたよ、パトラッシュシャー、やばすぎる、こいつやばい、シャイすごいハマってるけど、もう元ネタも覚えてない。ゾンちゃん元ネタは、あの洋服選び、あ、多分洋服が着飽きた時に、ここ開けただけやんってやつね、店員さんがシャーってきた、怖いこの人、やばい、だからある種私よりすごい元気だよね、なんか私は結構なんか元気ない時はあるからさ、はい、だ、あー、みんながオリンの面白さに気づいて私はそんなに面白くないって言ってる。イヤホン勢が。お腹いっぱいになっちゃった。炭酸だ。大変だ。プチ。あ、あっぶねえ。危ない。耳が無事死亡だって。でも鼓膜ってなんかどうにもすることができないからもう。うん、破れたらなんか再生するの待つしかないんだって。うん、だからどんまいだね、一言。お尻、眉毛。あれ、この動きは、ここじゃ言えません。何、うん、お代理様とは言うんだよね、さっき。あ、違うの来てる。ちなさんから。お代理様とひな様、二つ並んでなんとかで、五人林に笛太鼓、今日は楽しいひな祭り。ということでね、ありがとうございます。あかり火をつけましょう、ぼんぼりに、お花をあげましょう、桃の花、
から先分かんない。さっきので合ってんの？お便りだって。あ、お便り様のことを皆さんからお便りって言ってるのね。お便り様とおひだ様で。あ、おひださん。あの、おださんとひだやさんが、ね、いいじゃない。おひださん。おひださん。うん、マッス48さんありがとうございます。お便り様タワーだ。お代理様のおなーりーペンペキペンペンペンペキペン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 私のルームでは私がルール、私が法律です。すごい、すごい人ね。すごい人いるじゃん。私が決めたルールに従っていただきます。そっか、1時になっちゃったからみんな寝に行ってたよ。仕事に戻っちゃった。仕事してます。大丈夫かな。これ配信で音入っちゃってないかな。大丈夫かな。心配だな。入っちゃっていい音なら全然いいんだけどな。どうかな。皆さん聞こえてますか。大丈夫。なんか聞こえてない。牽制するって何？何の立場？でもさ、これは大事だよね。大事です。でもショールームしますって言ってさ、配信してこの部屋借り、配信するためにこの部屋借りてるんだからさ、ね、そちらの不注意ですもんね。何か問題があったところ。そう、もし新曲とかだったらやばいじゃん。確かに。ほら、なんかうっすらと聞こえますって言ってる人いるよ。私今聞こえないです。でも聞こえるよ。かすかに。かすかに。お腹が苦しい。あー、最近卒業するメンバーが多いじゃないですか。ふむふむ。卒業公演で絶対これ歌いたいとかさ、思う曲ある？あります。何？聞いていい？それとも秘密にしとく？秘密で。あ、秘密ですか。じゃあそのうちなんかセットリストを組むとしてよ、自分の卒業公演一曲。いや、そこら公開していただけませんかね。ねえねえ、ここはぜひとも一曲か、そこら。でも私結構あのチーム坂すごい好きなんですよ。出た、チーム坂好きぜ。だからチーム坂やりたいかもしれない。ドレスで一緒に聞いて。すごいじゃん。すごいじゃん。なんかまあで実際するしないはさ別じゃん、うん、なんか自分がその卒業する時の気持ちでもまた違うかもしれないからさ、うんうんうん、あるよね。なんか私もなんかやっぱ感動系の曲好きすぎてさ、どうしようって思っちゃう、うん、なんか全部なんか似たような印象にもなっちゃうのかなとか。私はそれこそ大騒ぎ天国を好きですよね。そう、なんか元気だったらやりますねってもう振り付けの先生にも言ったんだけど、はいはい、私が辞めるときに元気だったらこの公演、はい、卒業公演で踊りますって言ったんだけど、ぜひもうオリメントして私も出してください。元気なことないと思うけどね、多分。でも私絶対最後の曲はこれにしようっていうのをきつって決めてるんで、だから私は絶対それを歌います。いつになるかわからないですが。いい、ね、
ファンの人は見当とかつけてんの？つかないと思います。おー、なんかすごい卒業するみたいな流れそんなことないんだけど、私も全然そんな予定はないんだけど、でもなんか最近やっぱ卒業多いとさ考えちゃいますよね。めっちゃ自分だったら考えちゃう。自分だったらここどうするかな、自分うわこのセットリストいいみたいなさ、でナッチの時とかも思ったからさ、だからこれありでなって思ったら、うんうん、あれセットリスト一緒になっちゃうみたいになっちゃうからさじゃあ自分がその由来がある由来っていうか縁のある曲、うんうん、ってなってくると私割と少ないしさ、私めっちゃ少ないですもん、はい、って思って難しいなって思う。トムさんもインスタライブで言ってた、だってあーやっぱそうだよね、そうですよね。トムさんはスミとしたら何やっぱショーファイトとかやるのかな。ショーファイトやるんじゃない？始まりの雪とか一人でやりそう。ああ、一人でやるか、だったら確かに、確かに、たのさんとかやるか、確かに。やりそう。なんかファンの人もこういうの考えるの楽しそう。確かにね。でも想像したくないんじゃない？ああ、確かに、そうですよね、うん。推しの、でも推しの人生を振り返って曲を出して、確かに。こうやって答えたりってやる。うん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 。予想中が。躍起になってやると思ったよって言ってくれる。嫌だな、最後そんな嫌な気持ちさせられるの。二人とも30歳まで続けるって言ってましたよね。だって言ってない、うちら偽物いるよ、怖っ。もしくは頭の中で勝手に想像してるから大丈夫そう。いや、わかんないですよ、どうなるか。泣いちゃう。だってお兄さんもこんにちは。何歌いたいかな、いっぱいありすぎちゃうよ。私何どうぞ。一番最初にお披露目した曲って何なんですか？私たち13期生です。あ、会いたかった。一緒だ。周年で出た時に会いたかったやった。会いたかったでした。かな？多分。もぎとめで友達でいられるならしたいって言ってた。だって嬉しい。嬉しい。私も絶対やりたい。私が卒業するときにトムさんがまだ行ったら絶対にやりたい。いなそう。いるから。よし。よし。覚えてます。私が覚えてます。温めとけ、肩。肩温めとけよ。会いたかっただったもんね、私らも。あれ ?16 期も会いたかったです。あれ最初の衣装、会いたかったの衣装。赤チェックの制服みたいな。会いたかったの。あ、はいはい。え、いや違う。あるやつ違います。普通制服でした。へぇ、ね、赤チェックのリボンとか。違う、嘘ついた。違う、あれだ。ボーダーのストライプのジャケットに。ボーダーのストライプのジャケットってどっちですか？赤と黒ボーダーのストライプの何？縦ストライプのジャケットに、うん、わかった。君の背中とかじゃない？それそんな気がする。違うかな。ちょっと後で見せますね。ぽい。何があれいいかな。でもなんかこの間さ、なんだっけ、岩かけるでさ、なんかオカリナの会はさ、友達いられるならやってましたね。なんかあ、好きな人たちいるんだと思って。で、あの振り付けをさ、私とトムさんのために作られた振り付けだからさ、なんかありがとうなみたいな気持ちになっちゃう。勝手に袖で見てましたもんね。いや本当にいい曲だよな。本当にいい曲。友達いられるなら死んじゃうよ。泣いちゃう。エモくて泣いちゃう。いやいい曲だよ、あれは。本当によ。本当にいい曲だ。そうなの、いい曲ですよ。二人のための振り付けっていうか、まあそうだと思う。なんかもともとは横山さんとパルルさん、島崎さんの曲だったんだけど、アルバムかなんかの、うん、そうですよね。それを特別公演でトムさんと私でやるってなって、そこで初めて振りがついた曲だから、その
振り付けの先生も私とトムさんがやるってイメージして作ってくれてるし、じゃあもう私は結構トムに似てるとも言われることもあるので、まあえよしアップだけアップしてけよ、アップしてきます。そう、もともと振り付けなかったし、なんかのリカバで発表された時も多分シンプルに歌ってたから、うんうん、そうそう、すごい普通に踊ってましたよね。うん、結構ちゃんと踊った、うん、もぎとむ支持派に怒られちゃいましたみたいな。もぎとむてか、もぎとむ好きな人はもぎん好きでしょって思うじゃないですか、うん、いるそんな逆に。違うんですよ、やっぱり先輩に甘えてるもぎさんが見たいとかあるんですよ。そんなこと言ってる人いんの？あるんですよ、やばいね。みんないい子ちゃんでいてよ。メンバー傷つけるおたべになっちゃいけんよ。友達でいられるならあの衣装も好きだって。ピアノ発表会みたいじゃない、あの衣装。うん、かわいいです、ね、上フリフリでした。おしゃれ、おしゃれ、チュールのスカートで。いや、いい曲だよね。いい曲くいい曲くっ。おっ、えいかさん、ありがとうございます。 Thank you so much。 おだいりさん、おだいりさんタワー、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうね。そう、いっぱいやりたい曲ある。 AKB の曲って本当にいい曲が多い。でもなんかチャンジュンとか好きだけど、私はね。いい曲ですよね、チャンジュン。めちゃくちゃ好きなんだけど、泣きそうになったもん、なんかでやって。そう、でもなんか難しいなって思う、どこに入れるべきか。これからやめて、じゃあ芸能界を引退するっていうパターンだとするやん、うん、そうなった時にチャンスの順番でまたどうなのって思うし、確かに。なんかいろいろすごい考えちゃうんだよね。全然やめないけど。なんかやっぱキラキラした曲やりたいな。キラキラってどんな曲が？キラキラ？偶然の十字路とか。最高。君の背中も好き。いい。あとは。私はね。ハイスクールで。あ、最高です、ありがとう。あと本当にありがとうね。走るペンギン好きだ。あ、いい。あとあれも好きだ、直角サンシャインも。あ、最高です、ありがとうございます。そこら辺の曲本当に好きです、ありがとうございます。海賊もいいよね、本当に。本当にいいよ。なんか一周回ってキラキラした曲好きになる説ある、うんうん、まあ、AKB 最初流行ってる曲で知って、で次はなんだろう、ちょっとなんかあれですよ、みんながあのすぐハマってたけど、あれ人魚のバカンスですか。それもいい曲ですけど、あれ、あの歌の歌、あ、またあなたのこと考えてた、それ。あ、そうそう、そういうしっとり系に行き、行き、そうそうそう、なんだっけ、そういうのが好きになり、なり、そっからこう一周回りに回ってキラキラが好きになり、でもその先まだあるんです。最後の最後、桜の花びらたちとか好きになっちゃう。原点、原点にして頂点、綺麗に、それが正解、綺麗に一周回って、そうそうそう。でも分かります、なんかすごいレナッチさん歌ってる姿見てて、うん、いや、そう、今かけるやつ言ってた、いい曲だな、ねえ、本当にいい曲だなと思うよ。本当なんか一周回っていい曲かなってめっちゃ思うよね。いい曲だよね。君に虹が好きで。わあ、最高、大好き。君に虹、イエーイ。メイビーも大好き。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。メイビーと、やっぱシングルはやっぱ強いよね。その時代もそうだけど。私、あれ好きなんですよ。唇に Be My Baby 大好きなんですけど、披露したこと一回もなくて。え、Be My よ。はい。え、踊りも踊ったことなくて、すごいいつかやりたいな。あのめんどくさい
カノン知らないの？知らないです。フルでやったらすごいめんどくさいんだよ。そうなんだ。ウォー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 の人と、ウォーウォー大好きなのに、そう言葉にはできないの人もいるし、でもいい曲、上からマリコのいい曲、うん、やったことないんですよね。そうなんです。5年でさ、逆にさ、こんなにさ、まあ、なんかでもおりんの5年って難しいよね。そうなんですよ。そうだよね。コロナ禍もあったりするし、コロナもあるからさ、なんとも言えないけど、やっぱ私は入って割と最初の方はさ、まあ、研究生としていっぱい覚えたりとかもあったし、制約とかもなくなっちゃいましたもんね。そうだね。制約とかもビュンビュンバンバン言ってたからさ、めちゃくちゃ覚える機会あったけどさ、5年だからシンプルに5年違うからこんなに違うとは言いづらいよね。うん、おしめ卒業の時にビンゴの落ちサビ歌われて泣きたい。ビンゴビンゴあなたに巡り会えた、ファイナリーです。ファイナリー。ビンゴビンゴ生まれて初めてピンときた、チャンス、 I take a chance です。私ずっこぼくたが歌わない。え、間違えて歌ってたってこと？ I get a chance じゃないんですか？ I take a chance、 take a chance じゃない？ get だったっけ？ take だった気がします。 take だと思う。やったな、気をつけなきゃ。やばいやばい。確かに僕の対応も泣いちゃいそうだね。いい曲ね。夕日を見てるか、なんか二部構成にしたいな、そうやって考えたら。じゃあ私がいつかじゃあ卒業する日の時は、うん、はい、昼の部っていうか第1部をまず開演を4時ぐらいにするんだよ、はいはいはい、で第1部、はい、僕の太陽公演、はい、で、まあ、2時間ぐらいで大体、はいはい、6時から、はい、第2部、私の卒業ブロックってことで、しっかり10曲ぐらい。最後はじゃあ、模擬詞の部。2部構成にして、じゃあ私がスリップ芸で繋いできます。すごいじゃん、すごいじゃん。どんなもぎさんは嫌だ。ちゃんとフリップ芸って言うんだから絵とか描いてね。それやって30分くらい繋いで、はい、繋ぎます。お願いします、はい、で、それではもうそろそろもぎさんの声が始まる。皆さん照れないようにしてお願いします。キンキンに私が冷やしていや冷えてるわ。じゃあ夏に卒業しないといけなくなっちゃうじゃん。大変、冬に卒業になったの。だからそう考えますよね、いっぱい。最近卒業する人が多いですから、温めてもろて。だって本当にマジで何が何でも出たいんで、マジで前説でも何でもやります。本当にやる、ね、本当にやる、本当に何でもやる、本当に何でもやる、出たいですもん。すごい、あまよくば本編出たいけど、でも多分いろいろ歴史が長いですから。何この人。いや歴史長い人たちももうみんなやめてんのよ。いやいないよ。いやいやいや、誰も集まりますよ絶対。いや私なんかさ、そうなんだよね、難しいよねこれはね、デリケートな話題ですよ。ですよね。やっぱ辞めた人をどこまで呼ぶかとかさ、うん、そういうことも芸能やってる人もいるから、そうそうそう、やってる人もやってない人も呼ぶのかとかさ、そう難しいところではありますよね。まあ、でも何が何でも行きますね。
見学にね。はい。でもなんか私結構なんかなんだろう、この人とっていう仲の良さ、うん、が多いかもしれないから、なんて言ったらいいんだろう、難しい。なんか複数人集めてユニットとかじゃなくて、うん、この人とこの曲っていうことが多い気がする。あ、なんか思い入れのある曲が多い気がする。逆にここが難しかったりするんだよね、想像した時に。確かに逆にここむずいんだよね。確かに。キャインキャインキャインじゃない。なんかトムさんとはじゃあ友達でいられるなら、じゃあミオンちゃんとは禁じられた2人、まあ、やってたこともあるしね、うん、ってなるとっていうのもギョンとかで、まあ、表面張力とかやったりするかもしれないじゃん、今の感じだとね。みんちゃん、みんちゃん、服部ともっと仲良くなってさ、うん、3人で何かやろう。確かに。私とスキャンダラスに行こう。誰が？オリンと？違うか。違うよ。私生誕いつやるんだろう。確かに、いつですか。知らないです。何の打診もされてないし、うん、みんな自分で言ってるのかね。何公演でやるとかも決めてない、自分の中でやりたいのあるけど、うん、それが通るのかも分かんないし、なんかよく分かんない。みんなどうしてんだろうね、うん、いつからかなんかその自分でメンツとか決めれるシステムになったじゃん、それすごいですよね。すごいよね。知らなかった。私なんて本当に生誕絶対に言ってくださいねって、公式発表する前に絶対に言ってくださいねってオタクじゃないな、運営の人にお願いして、やっとここ2年ぐらいいつやるよって公式発表の前に教えてもらえるようになったのに、うん、みんなすごいメンツ決められたりとかさ、羨ましい、うん、いいな。私だって決めたいじゃん、うん、うん、だからやっぱ私がゴミカスだからねえなよ、ひらえ、ね、多分引くと思うよ、多分この状態引くって、おかしいって思っちゃうと思う。私たち頭おかしいと思われてるよ。配信者様にですか。リスナーさん、私たちが配信者様、私たちが配信者様、怖いやつと思われるよ多分。いやーとか言ってさ、イヤホンとかしてる人とかさ、だからやばい人なんですよ本当に。違う、私じゃないじゃん。絶対こっちが悪いじゃん。こっちが怖いのよ。誰が見てもこっち。今の期待に応えただけじゃん。お腹いっぱい、胸いっぱい、ハフボいっぱい。幸せもいっぱい。違ったみたい。うん、違ったみたい。見慣れてますですって。うわ、すごいじゃん。何に？どういうこと？あ、変な配信。いや、やばいじゃん。誰見てんの？普段誰とか見に行ってるんですか？違いますよ。もげさんで見慣れてるってことですよ、絶対。そんなはずないよ。何見てる？映画別の人の話ですよね。映画この後メイクしなくちゃいけないの。そうですよ、うん、だってすっぴんのまま出たくないでしょ。いや、すっぴんは嫌。いつからだろう、メイクをしなくちゃ外に出れないなんて思い始めたの。怖い、やばいやつです。しゃー。そうなの。だからメイク、髪型もだし、そうですよ、メイクもだし、そうですよ、これから準備していくんですよ。そうですよ。
メイクできるかな。よし、じゃあ私が。大丈夫です。大丈夫です。ここは私が。ゆりちゃん、すっぴんでも変わらない。メイクして変わんないって言われるのってどうなん。でもそれぐらい元が可愛い。まあそういう意味か。私は別に嫌だけどね。私はすっぴんで変わんないって言われるの嫌だ。私今日の、じゃあ私のこの1時間はってなる。あ、なんと思わないかも。今日の天気いいねぐらいのしか思わないかも。あ、そういう感じね。なんかなんだっけ、最近ね買った漫画があるの、はい、スーパーベイビーっていうね、うん、スーパーベイビーっていうなんかギャルと、うん、超赤ちゃん、そうギャルと真面目くんが付き合うお話なんだけど、それでなんかギャルがじゃあいよいよお泊まり初めてですメイクを落としますって時に、うん、引かないでねみたいな感じでスピン見せたら、まあ、普段はまつげバサバサなわけですよ、うん、したらそれに対してなんか今まではこう引かれてきたからトラウマみたいな感じで引かないでねみたいな感じでおどおど見せるんだけど、それに対してなんて全然違うとか言うのかなと思ったら、なんかすっぴんも可愛いですねみたいな、おなんかどっち、あ、なんかどっちも好きですみたいな感じで、その真面目くんがなんか、なんか僕そんなにメイクのこと詳しくなくてみたいになって、どっちの方が好きみたいな、化粧してるのとすっぴんみたいなに対してどっちも好きですみたいな、で2つの顔があるってすごくかっこいいですねみたいな感じで、最高、誰かそんな風に私を慰めてもらっていいと思う。ああそうだからいい話やと思って、いい話だ、そういい話だった。今何時なんだろう。確かに What time is now? In Tokyo. In Tokyo, 千代田区、うん、どっちも好きかっこ予習した。あ、13時半までにします。確かにあと5分でやめようか。どっちでもいいですよ。いや眠い、無理。あとちょっと練習したくない。したいです。そう、それはちょっと、そう今のこのメイクしてなんいやメイク髪型やってな時に、あ練習もしてと思ったら、あいかんせんってなったそろそろと思って、そろそろってなった。ロソロソロト6 やばいやばい人がいます。何がですか。やばい人がいます。何もおかしくないですよ今のは。なんていうの、連想ゲームです。はい、ボール丸い、そういうこと、うん、地球青い、海イルカ、イルカ、イルカツルツル、卵おいしい。じゃあなんとかしてオリンに最後つなげよう。いいですよ。卵おいしい。おでん。おでん。あったかい。電子レンジ。電子レンジからおでんにつながることもあるか。電子レンジ。電子レンジ？電子レンジから冷蔵されるもの？電気代。お金。お金。株。ダイヤモンド財。おりんちゃん！イエーイ！できたー！すごい！もぎさんにつなげましょう。もぎにつなげよう。はい、スタートオリンが決めて。スタートじゃあ目の前にあったからアルコール除菌。アルコール除菌？アルコール除菌はしみる。
玉ねぎ。うーん、好き嫌いある。好き嫌い分かれる玉ねぎは。うん、好き嫌い分かれる。うん、好き嫌い分かれないですもんね。好き嫌い分かれる。私は分かれるじゃん。分かれない。じゃあ玉ねぎね。うん、うーん、玉ねぎは黒柳徹子さん、どうだ。黒柳徹子さん、と言ったら、大御所様から繋がることがあります。アメちゃん、アメちゃん、うん、アメちゃん、甘い、甘い、甘いと言ったら、うん、甘いと言ったら、うん、どうしたらいく。かないと言ったら硬い。違う。アメちゃんと言ったら硬い。硬い。硬い。硬いと言ったら硬い。硬い。どうしても私には。つなげる。つなげれますから。硬いと言ったら。硬いと言ったら。硬いと言ったら何みんな。助けて。硬いと言ったらね。まだ硬いんじゃない。硬いものいっぱいあるんですよ。でもそこから筋肉。あー、硬いと言ったら筋肉。重曹さんや。重曹と言ったらモギさんだ。やだ。変に頭使っちゃったから、うん、ちょうどいいお時間になったのではないのでしょうか。わかるぞ。うちぐみょうしえよ。うちみょっぷにえよ。31分。お、いい時間じゃないの。ランキングで終わりにしちゃおうかな。そうしようかな。どうかな。そうしましょう。相談しよう。そうしよう。壇上13位でいいのこれって。はい。壇上13位から星宮なるみさん、T.L. パープリカさん、11位カンピーさん、10位アリナさん、9位フォレスト系男子さん、8位マリアさん、7位シュンゴアットリセットコインハリオさん、ありがとう探すね。6位モン吉さん、5位パンツーマルミューパンちゃんさん、4位チナさん、3位トナアット107さん、2位ヨシキアット調教済みさん、1位アオイさんです。パチ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 、ありがとうね。読みます。13位 N ジュアンナズバンさん、12位がの藤丸さん、11位メイカワさん、10位 B133、 9位竹井やっと無東京信者さん、8位コウさん、7位ベロニカさん、6位トシアットモギンのやりとりが好き、今日公園行くようさん、嬉しい、ありがとうございます。5位ウルクルクセンブルクさん、4位シューアット野菜団さん、3位大
五郎さん、2位エイカさん、そして1位がマッス48さん、ありがとうございました。イエイ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 。大五郎、大五郎さん、すごい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 、バイバイ。稽古公演ぜひ皆さん見てね、はい、3月最初の稽古公演、そうです、気合い入れて頑張ります。そうです、頑張ります、見てね、見てね、また絶対 ね、 でね、バイバーイ、バイバーイ。